金の熊遺跡は、福岡県福岡市博多区大麻金の熊座日焼けに、所在する弥生時代の共同墓地である。1972年5月17日、国の史跡に指定される。本遺跡は、月熊丘陵南側、標高30メートルに位置している。本遺跡の西2キロメートルほどのところに、板月遺跡があり、また、南西3キロメートルのところに、岡本遺跡がある。 本遺跡は、弥生時代前期から後期にわたる一大共同墓地で、ある。1985年3月から、亀関母群を屋根で覆い、金の熊遺跡史跡公園として公開されている。1968年農道建設の際、亀関編が偶然発見された。同年事前調査が行われ、翌年から2か年にわたり発掘調査が実施された。その結果、 300期に及ぶ弥生時代の共同墓地であることが明らかになった。丘陵上の本遺跡からは、弥生時代前期末から、後期初頭の亀冠墓348期、土工墓119期、石棺墓2期が見つかっている。103号亀冠墓から、人骨右手に、ご褒羅聖会は2個、魔性石属1個、30号亀冠墓から、 活石性丸玉1個が出土した。97号亀缶墓から人体に突き刺さされた魔性石属の矛先2個が出土折れて残ったと推定されている。亀缶墓の中に残っていた多数の人骨の形質人類学的観察からは、男性人骨の平均身長は 161.2cm、女性人骨の平均身長は 151.1cm で、 平均死亡年齢は40歳代であることが判明した。その他、風習的は指令が男女で2例あり、それは上学研修を抜く縄文文化の特徴を残している。ありがとうございます。